おはようございます。南花です。私は今プラハの空港にいます。朝の9時半を回ったところ、これからヘルシンキを経由して、成田まで帰ります。いや、今回の旅も素晴らしかったんですが、ちょっと振り返る前に空港をざっと紹介しようかなと思います。朝早いからなのか、ターミナルが別にあるからなのか、そんなにゴミゴミしてません。ビジネスマンの客がガンガンいるわけでもなく、なんかのんびりしたような感じがします。プラハの空港ですが、私が今ここにいるのは、オーストリアン航空のカウンターかなとか、あとはこっちはイベリア？チェコとかかな？チェコ航空っていうのがあるんですか？あるかもね、あるかもね。そしてこれが何でしたっけ、これからいろいろ飛ぶ出発のこうベスト10みたいなやつみたいな、ザ・ベスト10のランキングみたいなやつの新しい版みたいな。でもそんなに新しくないかね。こんなんです。ここチェコからですから、9時半の便がアムステルダム行き、続いてドバイ、ローマ、ミュンヘン、ブダペスト、パリ、チューリヒ、ロンドンと非常にこうユーロの圏内を、飛んでいるんですね。だから近距離線だけのターミナルなのかもしれません。初めてもちろん私はここに来たんですけども、いや結構楽しいな。空港好きなんですね、私ね。うん、さあディパーチャーということで出発便がここにいろいろ書いてありますが、オドレティっていうの？チェコ語？チェコ語というのは世界で一番習得が難しい言語と言われているそうですよ。私は英語でも随分まだまだ難しいんで何とも言えないんですけどね。もう本当なんか空港のこういう表示って、これからここにいる人たちがみんなバラバラのこんな世界の広いところに飛んでいくんだと思ったら、なんかすごくワクワクするので、私は大好きな場所だったりします。先ほども言いましたが、これから私はヘルシンキを経由しまして東京に帰ります。東京に帰ったらまたいろんなやりたいこともいっぱいあるし、今回決意したこともたくさんあるので、またやりたいことをどんどんやっていける日々に向かって頑張りたいと思います。南花でした。プラハでした。